海外に行くことになりました。めっちゃ気持ち悪かった。ずっと LCC しか乗ってなかったからさ、めちゃくちゃ高い。マグロもめっちゃねっとりしとって美味しい。はい、皆さんこんにちは、Kです。今ハワイに来ております。前回の動画では、関空から、HIS さんのサポートのもとハワイのホノルルに来た動画を上げたと思うんやけど、今デイ2ということで今8時です。私はちょっと一人で朝ウォーキングしながら街ぶらしながらちょっとハワイの状況をいろんなシーンでお届けできたらなと思います。もうハワイは普通に戻っとる、前のハワイに。もちろんマスク着用義務付けられとったりとかあるんやけど、もう人がめちゃくちゃ多い。あ、ちょっとホットコーヒーを買おうと思って。皆さんご存知、ハワイ好きならご存知、ハワイのコンビニちょっと ABC ストアでコーヒー買いたいと思います。ほら、マスクリクワイヤー、マスクが着用義務付けられとる感じやね。って言ってもワイキキビーチに近づくにつれマスクしとる人は少ない、外はね。はい、How can I get the hot coffee? Okay. That's small, please. Yes. Thank you so much.そう、 ABC ストアのコーヒーはスモールやったら1ドルなんよ。安くない？まあ、日本のローソンとか大好きなカフェラテとかは基本的にアイスとかは置いてないので、これで10% このコーヒーブレンドなんや、知らんかった。ゲット。あ、ちょっと ABC ストアの中を見たいと思います。もう入って速攻見て、100% コットンマスクが8ドルで売られとったり、中は特には変わってないね。 ABC ストアもなんかこのワイキキ周辺も閉まっとるとこもあるんよ、あの ABC ストアでさえ。これ日本のスナックもカップヌードルも買えるんです。比較的安いな、1ドル。今日のレートが110円ぐらいやった。綺麗に並べられとるわ。これめちゃくちゃおすすめ、マウイチップス。なんかカルディとかには売ってそうなんやけど、めちゃくちゃ好き。昨日ちょっと晩酌しながら食べたんやけど、ザクザク系の片揚げの感じのサワークリームみたいな。スパムおむすびとかも2ドルとかで売っとる感じです。いやー、いいな、このハワイ独特のさ、もうカラッとした感じで、日差しが直射日光は昼間はすごい暑いんやけど、朝はなんか柔らかい日差しでポカポカな感じ。今も前にワイキキビーチ、まあ、クヒュービーチか、あのデューク・カハナ木造があるビーチに到着しました。気持ちいいな、バームツリーが。マスク してない人がほとんどやね。ビーチやからなのもあるけど。デュークさん、おはようございます。周りの方にちょっと合わせて、外なんでマスクは外させてもらおうかな。なんかマスク越しじゃなくてこのハワイの匂いとか
なんか独特のこのさ、ココナッツの日焼け止めの匂いとかを、感じたいよな、マスクなんかも早く取って。もう昼ぐらいにもう敷き詰められとるよ、シートと、あの日焼けしとる人たちで。見て、パラソルが多すぎて、ビーチが見えんぐらい、すっごい人増えた。もちろんアジア人もほぼおらんし、日本人はもう全然おらんのやけど、やっぱ欧米人がもううちらで沖縄行くみたいな感じで来とるな。すごいよ、わかる？サーファーの波待ちもすごいから。ダイヤモンドヘッドは今夏はなんかハゲとる、茶色い。ワイキキにあの丸亀製麺があるんよ、日本で大人気のチェーン店。この通り大行列、やばくない？ちょっと並んで食べたいと思います。なんかハワイロコからしたら、まあ、10ドル以下で食べれる結構珍しいコスパが高いチェーン店なんで、多分30分ぐらい並ぶんちゃうかな。フィアのレギュラー食べちゃったんやけど、これチキン、フライドチキン、これが2ドル。こんな歯応えあったっけぐらいしっかり噛む、めっちゃ美味しい。海外のスタッフが手打ちして、今通りに来とるんやけど、ここノードストロームラック、もうハワイ私多分今回で8回目9回目ぐらいなんやけど、もうやっぱ買い物したいやん、女子好きやん。でアラモアナ行くのもちょっと遠いし、まあ、車も運転するのはちょっと怖いから、ここクヒオ通りに多分やけど、あのアラモアナセンターの隣にあるノードストロームっていう百貨店の型落ちっていうんかな、がめっちゃ安く売られとるんよ。なんかもうハイブランドから、こういうアメリカのブランドからめっちゃ安いんよ、本当に3000円ぐらいとかで。水着も可愛いよな、やっぱ。でほらナイキとかアウトレット価格やば。これとかさ、定価35ドルが26ドルになっとったり、さらにこのノードストロームラックのセールとかクリアランスはさらに安いんで、おすすめ。それだけ言いたかった。下着とかもカルバンクラインとか超安いから、男性の方とかお土産にもいいかもしれない。安い。アグとかハワイで買いがちやん。アグもこういうちょっと掘り出し物に安くなったりしとるから、ジンビエチューとかナイキとか、あと何カルバンクライン、これ 43% オフで44ドルとか。3時間ぐらい降りたい。ということで、ボガーツカフェでアサイーボール頼んだんやけど、まあ、結構大きい、まあ、もちろんこれは日本人の方めちゃくちゃ、まあ、有名やし、ハワイ好きの日本人では知っとると思うんやけど、全然並んでない。ちなみに日曜日の朝10時前、なんとこれで1400円。高い。上がってない。
こんな高かったっけ、アサイボールだけで。でも私はこのボガーツカフェのアサイボールが一番なんか濃くて、フルーツもすごいフレッシュでいっぱい入っとって大好き。めちゃくちゃ濃いんよな、なんかアサイと蜂蜜がいっぱいかかっとるから、おいしい。他のメニューはオムレツとかロコモコとか全部ほぼほぼ2000円ぐらいします。どんどん上がっとるわ本当に。ハワイエヴァホテルワイキキにさっき移動してチェックインしてきました。よし、じゃじゃじゃーん、こんな感じ。フリーアップグレードがあって、結構備考欄にベッド広めで綺麗な部屋にしてって書いたら、なんとフリーでアップグレードしてくれたみたい。これでいくらやったかな、アゴダで1万6000円ぐらいかな。高い一泊。日本人の皆さん心配してる、アジアンヘイトとかは全然ないよ。なんかもうアジアの言語が全然聞こえんくて、もうなんていうの、まだ日本語聞いてないぐらい。ということで、今の現在のハワイどうでしたか。まあ、昔とはちょっとまたガラッと違って、アジア人がおらんかったり、日本人が本当におらんから、また違ったハワイを感じれたかなと思います。やっぱり物価はもう年々上がっとる気がするし、なんかダイヤモンドヘッドとか、あの花馬は値段が上がったりとか。ぜひ皆さん、次コロナが落ち着いてハワイに来た際はいろいろ前のハワイと違うところも感じれるんかなと思います。でオリジナルブランドバケットリストの新作も続々出てますので、概要欄チェックお願いします。では最後まで見てくれてありがとう。バイバーイ。ジョンソン&ジョンソンのワクチンをこちらで打ちたいと思います。普通のスーパーなんよ。なんか緊張したんやけど、痛いんかな、なんか筋肉注射らしいよ。証明書いただきました。ワクチンの副作用がもしかしたら出たかもしれん。これなんかな。